新皇王は、白木の第二十四代の王であり、聖は金、意味名は麦衆、または深麦夫と。北西書には、金新皇として現れる。父は、先代の宝皇王の弟の理想勝文王、あだちん。母は、宝皇王の娘のただめし夫人。王妃は、牧師の死道夫人。五百四十年七月に先王が死去し、麦衆が七歳で王位について、 王の母が代わりに政務を見た。青年してからは、積極的に領土拡張を進め、白木の国力を飛躍的に拡張させた。新国王の奇跡として特筆されるものは、積極的な対外戦争と領土拡張である。541年よりくだらとの同盟関係を保ち、548年に、コ栗クリがくだらに攻め込んだ時にはくだらを助けたが、550年の コウクリとクダラとの交戦の時にはイシフを派遣し、両国間の軽装地である、道殺場及び金、城を奪い取った。551年にはイ、トラを派遣して、コウクリ領に侵入し、築霊付近の従軍を奪った。553年にはクダラがコウクリから、取り戻したばかりの関山城を含む一帯を奪い、観光流域に新州を設置した。このことにより、 クダラとの関係は悪化し、554年にはクダラは、西王がカヤと連合して、関山城に攻め入ったが、白木は逆に西王を戦死させ、クダラとカヤの連合軍29,600を殲滅した。562年には、イシフと下ンとを派遣して、カヤを滅ぼし、落東高下流域を制圧した。このカヤの滅亡によって、 朝鮮半島南東部はすべて柊木の領域となり、文字通りの三国時代となった。これらの領土拡大については、各地に残る太陽赤木比、少年比、磨く運霊比、奇想霊比、北勘山比といった、いわゆる信仰を順守比によっても確認することができる。領土拡張と並行して、前述の新州の他に、下州、比例骨州などの州を設けて、 軍の主を配置し、たびたび州の開廃を行った。また、城、村には、在地の主張をすぐりとしながらも、中央から、道主を派遣して、支配を強めていった。これらの地方統治をもととして、軍団制が整えられることとなり、民政と軍政とが一体化した後の六定の、確立へとつながっていった。557年には、句麗から得た国原城を、省刑と定め、 翌年には、貴族の指定や六部の民を移民させて、その充実を図った。頻度こそ高くはないものの、南北朝の両者との交流を保っている。549年には、ハリから使者を受け、564年には北西に、長考して、翌565年2月には支持説、遠い行為、落浪軍港白城用に作法された。同年9月には、陳からも、 死者を受け、566年から571年にかけてはほぼ毎年のように聴講を行った。盛んに聴講を行い、また、作法体成果に入った者の精髄たちを報じたわけではなく、先代からの建元に続けて、開国、大政、大鳥渡るといった独自の言語を使用し続けた。先代の方向王の進めた仏教公認をさらに推し進め、 高隆寺、祇園寺、実際寺、栄光寺などの寺を建立した。中でも高隆寺には574年に上陸物を鋳造して治め、当時は白木仏教の中心となった。仏教に関わる寺仏、学僧を国外から盛んに導入し、549年には針から総獲得と仏通利を、 五百五十一年には小栗から総エリオを、六十五年には陳から総名館と、仏典千七百0館を得た。五百七十六年には中国に、区方留学していた安弘法師が、古僧のマラを伴って帰国した。新港王はエリオを相当に任命し、白木で、初めての百座公開と八館会とを模様させた。在位三十七年にして五百七十六年八月に、 死去し、法皇王と同じように、愛光寺の北峰に葬られて、新光王と送りなされた。仏教の交流に努め、王自身も晩年には出家して、法名を法雲としていた。王の死後、日の死道夫人も、またにとなり、栄光寺に住んだという。554年には、遺産の良い死の上層を認め、大アのい夫に命じて、国史の先週を行わせた。 署名は伝わらないが、追記や、対外戦争、地方行政に関する内容であったと考えられている。火星4年2月公印、御子と乗りも、白木国王金、信仰医師自設、遠い行為、落郎軍公、白木王。三国維持期、信仰王上には、15歳で王位について王母が、摂政したとする。ただしこのことについては、15歳であれば摂政は、 必要ではないだろうから、即位した時の年齢は7歳とするのが正しいと考えられている。532年の時点で、イシフが滅ぼしたカヤは、金冠カヤであり、562年に制圧したのは、カヤは大カヤである。三国式白木本に、信仰王記の原文には、関山州と記されているが、周知を比較うとしていたり、関山州は当時は、クダラの支配下であるため、 歌集のご期であると見られている。白木の州の一覧については、白木九州を参照。小形の設置、役割については、白木五象形を参照。八官会については、三国式白木本に、信仰を置きには572年のこととするが、京都伝で、ローに言及した箇所では551年からそれほど、経っていない時期にも用されたものと記している。 三国維持教法、原宗工法上には、法公王が出家してからの名を、法雲、号を報空とし、法公王妃、新皇王、新皇王妃が、いずれも出家して法雲と合したとする総伝のあることを伝えるが、疑わしく近藤が甚だしいと批判している。ありがとうございます。